今週も楽しくおしゃれに。ガメちゃん。当河北ゴルフクラブの特徴は全体的に山の地形を存分に生かした丘陵コースです。アウトコースはアップダウンがあり、特に戦略性を必要とするコースです。インコースは比較的フラットでフェアウェイは広く、思い切って振り切ってください。レッスンを担当するのはゴルフテック人気インストラクター吉田幸太郎プロです。早速ご登場呼びしましょう。森田佳穂さんです。どうぞ。よろしくお願いします。お願いします。今週のゴルジョ、森田佳穂さん、ドライバーが安定しないのが悩みだそうです。ドライバーっていうのはボールに対して入射角っていうのはアッパー目に振っていくのがポイントなんですけれども、森田さんの場合ボールの位置がちょっとこう内側、ボール位置が内側に入ってきて、この右の肩と左の肩の傾きが不十分になっているので、ボールポジションを少し左にしてあげて、右肩が結構下がっている状態にしてあげた方が一定して入射角も安定してきて、軌道に対してもいい影響が出てきますからね。こうちょっとソール部分で芝に少し触れてから当たるぐらいの感覚でもいいと思う。ちょっとこうパンってワンタッチしちゃうぐらいでも全然。オッケー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 。いいのよ。今みたいなこうなんて言うんだろうな、ちょっとワンタッチ系でいいの、はい、最初はね。かなり変わったと思うんですが、立ち方が全く違ったのですごい当たるか不安なんですけど、これでなんかナイスショットが出るならすごい嬉しいです。ボールポジションがかなり違っていて違和感もあると思うんですけれども、ボール位置と上半身のポジションっていうのをしっかり覚えてもらうと、さらにもうワンランクアップのゴルフができるようになると思うので、はい、練習してしっかり掴んでみてください、はい、それでは総括をお願いします。はい、ドライバーのボールポジションは左足のかかとライン上、それによってこう入射角が安定してきますからね、はい、ここじゃなくてここお試しください。それではゴルジョ、また来週。ここじゃなくてここじゃなくて。ゴルジョはゴルフダイジェストオンラインの提供でお送りしました。